ました。今すぐやめて、こちらに来てください。中にいらっしゃる、今日工事関係者の方、どなたでもいいので出てきてください。解体工事の説明をすると看板に書いてありますよね。私たちは説明を求めてますよ。今出てるのは3階建ての商業施設の屋上が公園になって、でその公園の脇にそこにホテルができるという17階建て200室程度というのが今の計画です。この整備事業については問題が山盛りというかいっぱいあるわけですけれども、一つはその公園自体の価値というか存在が非常に損なわれる。で、富裕財産である宮下公園がの土地に三井不動産が商業的な施設ホテルなどを作るという計画なので、この間ずっと内規から一連の商業化っていうのが宮下公園を舞台に展開してきたわけですけれども、その究極的な形としてこの計画があるかなと思っています。野宿者、その支援の人とかに対する態度も、実質的には変わってない。こちらからの面会要求は一切受け付けないという形で変わってないし、野宿者への適視と公園の公共性の軽視というものは、一貫して変わってない部分かなと思います。宮下公園はそういった野宿者の寝場所であったり、もう一つはやっぱりデモの出発発着点であったり、集会の場所でもあったり、その機能が全く根底から覆されるという、今日が本格的なその第一歩開拓行為で、これで宮下公園を潰れたなと。やっぱり黙って見過ごすわけにはもう到底できないんで、あらゆる街を使いながら、この宮下公園潰しに反対していきたいと思います。